マンションを買う、そう決めた時から人生が動き出した気がする。ライフデザイン with リビオ、一緒に買う。日鉄興和不動産。マンションを買う、そう決めた時から人生が動き出した気がする。結婚、仕事、よろしくお願いします。家族。未来は分からないけど、どんな未来にしたいかは思い描ける。ライフデザイン with リビオ、一緒に買う。日鉄興和不動産。マンションを買う、そう決めた時から人生が動き出した気がする。結婚、仕事、よろしくお願いします。家族。未来は分からないけど、どんな未来にしたいかは思い描ける。ライフデザイン with リビオ、何企んでるの？いや別に。一緒に買う？ん？何を？料理が好きになるキッチンとか、在宅ワークに便利とか。え、なんでそれ知ってんの？お、リビオ同じの見てんじゃん。じゃあさ、一緒に買う？日鉄興和不動産。はい、よーい、スタート。庭付きの、部屋がいいです。外の空気を感じたいときに気軽に出れるのがいいなと思うし、将来結婚して子供が生まれたときに子供と遊べる広場があるとすごく素敵だなと思ったので、自分は庭付きの部屋がいいですね。今回の CM でもあったんですけど、在宅ワークができるとか、キッチンに工夫があったりだとか、そういうところは素敵だなと思いました。自分は映画やドラマを見たり、本を読んだり、あとは格闘技が好きなので格闘技の映像を見たりとかして、有意義に過ごしてます。僕の座右の銘は、人生は夜と昼でできているでした。率直な、感想はその通りだなって。なんか自分の理想でしたね。こんな未来になったらいいなって思ってました。